第2次コリンスの戦い。第2次コリンスの戦い。第2次コリンスの戦い。A. セカンドバトル・オブ・コリンと単にコリンスの戦いと呼ばれるのが通常だが、同じ年早くに起こったコリンスの包囲戦と区別するため、第2次をつけるは、南北戦争初期の1862年10月3日と10月4日にミシシッピ州コリンスで行われた戦いである。 英雄かコリンス方面作戦の2番目の戦闘であり、北軍、ウィリアム・ローズクランズ少将が、この時は、南軍、アール・バンドオーン少将を破った。南軍の将軍、ブラックストーン・ブラックが1862年9月に、テネシー州から北のケンタッキー州に入ったので、北軍のドン・カルロス・ビュエル少将は、そのオハイオ軍を率いて、テネシー州、ナッシュビルが追跡を始めた。 南軍はビューエル軍がグラント少将のテネシー軍で補強されるのを防ぐ必要があった。その年の夏、コリンスの包囲戦以降、グラント軍はテネシー州西部とミシシッピ州北部で急戦を守っていた。9月19日のユカの戦いでは、スターリング・プライス少将の西部軍がグラントが全体指揮を取る北軍、戦術的には ローズクランズが指揮を取ったミシシッピ軍に敗れた。プライスは、その小規模軍を、アール・バンド・ドーン・少将のテネシー軍と融合させ、グラントの通信戦を妨害しようと望んだが、グラントとローズクランズが先手を打ち、プライスをイルカから撤退させた。イルカの後で、グラントはその作戦本部を統括するコリンスと、メンフィスを連絡する中間である、テネシー州ジャクソンに置いた。ローズクランズは、 コリンスに戻った。エドワード・オード少将は、その指揮するテネシー軍三個師団がたまたま、イーウカの戦いに参戦できなかったが、コリンスの北西にある、ボリワーニ同士、スティーブン・ウェイ・ハールバット少将の部隊と合わした。各して、グラント軍は、ボリワーニ1万2二千名、コリンスにローズ・クランズの2万3三千名、メンフィスに、ウィリアム・シャーマンの7千名お名及びジャクソンに、 全体の予備軍として6000名がすぐ近い範囲に配置された。プライス軍はリプリーに抗軍して9月28日にバンドーン軍と合流した。バンドーンが上級士官だったので合流軍約2万2000名の指揮を取った。この軍隊はメンフィスチャールストン鉄道を使って10月1日にテネシー州ポカホンタスに移動した。この地点からは多くの行動選択肢があり。 グラントは、その意図がつかめなかった。バンドーンが10月2日に、テワラで野営したことで、グラントはその目標がコリンスにあることを確信するようになった。南軍は予期せぬ方向からコリンスを奪取し、ローズクランズ軍を援軍のない孤立した状態にし、続いて、中部テネシー州を接見することを期待していた。グラントは、ローズクランズに攻撃に備えるよう伝言を送り、 同時にハールバットには敵の動きに気をつけ、都合の良い機会があれば、側面をつくよう指示した。しかし、ローズクランズは、すでに準備を得ていた。コリンスの北と東の側面には、町から約2マイル、3キロメートルに、残豪線があり、北西のチェワラ道路から、南のモービルンド、オハイオ鉄道まで伸びていて、これは5月に町を明け渡す前に、 南軍の PGT ボーリガード将軍が気づかせたものだった。これらの残壕戦はローズクランズの2万3000名で守るにはあまりにも広がりすぎていたので、クラントの承認を得て、町や2つの鉄道線の結節点近くにある弾薬庫を守ることに主眼を置いた防衛線に修正した。砦の内側の防衛線は町により近く、ハレック線と呼ばれ、実情に近いものになった。 多くの恐ろしい名前を付けた砲台、強固など森防壁上に配置された大砲が内側防衛線の一部だった。ロビネット、ウィリアムズ、フィリップス、タンダス及びロスロップの各砲台がカレッジヒルと呼ばれる地域にあった。これらは強壁で繋がれ9月の最後の4日間で強化されロビネット砲台を中心として近くの樹木が倒れ坂もぎを作っていた。 ローズクランズの作戦は古い南軍の残豪戦で予想される南軍の前進を三平線でしのぎ続いて町の中心からは約1マイル1 6キロメートルにあるハレック線で南軍の主力と北軍の主力が対戦するというものだったローズクランズの最後の抵抗点はカレッジヒルの砲台周辺ということになっていたローズクランズの兵士たちは3日分の食料と 銃弾100発を与えられた。バンドーンはテネシー軍から援軍に個シガを手堅く呼びつけた敵の勢力に気づいておらず、この備えを施した陣地に攻撃する難しさについても分かっていなかった。南軍バンドーンの合流テネシー軍は次のような構成だった。ローズクランズのミシシッピ軍は次のような構成だった。10月3日の朝、 ローズクランズの三個師団が町の北と北西にある古い南軍の射撃号に前進した。マッキーインが左翼、デイビーズが中央、ハミルトンが右翼だった。スタンリーの師団は町の南に予備隊として残された。バンドオン軍の攻撃は午前10時にラベルの師団がマッカーサーの旅団、左翼のマッキーイン師団を三方から攻撃することで始まった。 バンドーンの作戦は、両翼包囲であり、ローズクランズがマッキー、マ末期ン士団を補強するためにその右翼が弱くなることを期待して、ラベルがまず先端を開き、この時に、プライスが、北軍右翼に、主力攻撃をかけて、土塁の中に入るというものだった。ラベルは、オリバー旅団に、決死の攻撃をかけ、その戦闘が始まるや、イナや、モーリーン師団が、 デイビーズ師団の左翼と先端を開いた。マッカーサーは素早くオリバーの支援に4個連隊を動かし、同時にデイビーズがその前線を残豪まで進めた。これらの動きでデイビーズとマッキーンの間に隙間ができて、そこを午後1時半頃南軍が突破したので、北軍全軍の前線は、取り出から半マイル以内の線まで退いて、大砲2門が南軍の手に落ちた。 この行動の中で、ハックルマン将軍が戦死し、オグルスビー将軍、後のイリノイ州知事は、ハを撃たれて、重傷となった。午後3時ごろ、ハミルトンは前線を変えて、南軍の左翼を攻撃するよう命令された。命令の誤解とビュフォード旅団前面の遮蔽を取るために、多くの時間が失われて、師団が移動のための配置に着く前に日没となり、作戦は中止された。 バンドーンはその報告書で日照がもう一時間あれば失われたが不名誉ではない戦場に眠る勇敢な死者の損失に対して勝利が我々の悲しみを和らげたことだろうと記した。しかし日照がもう一時間あればハミルトンのまだ戦っていなかった旅団が南軍の左翼と後方に取り掛かってバンドーン軍を 戦場から駆逐し二日目の戦いを不要にした可能性が強い。ここまでは南軍が優勢だった。ローズクランズは全面的に交代させられ、夜のおかげで、砦の内側の紹介戦を除き全軍が安泰となった。両軍ともに戦闘で消耗していた。気温が最高で94、摂氏34度と高く、水が足らず、多くの兵士は疲れから気絶しそうになった。 夜の間、南軍兵は北軍の土塁から600ヤード540メートル以内で眠り、バンドーンは翌日の攻撃に備えてその前線を修正した。彼は両翼包囲というよなれた作戦を放棄した。歴史家のシェルビーフットは彼の血がたぎった。彼が狙ったのはローズクランズであり、最も厳しく想像できる、最も直接な方法でローズクランズを追った。 今日なら彼は、前日に始まった破壊を完成するために偽装に、頼らず、その大砲を狙いを定めて、急速に打ち出し、その不評の剥き出しの勇敢さに頼ることだろう。と書いた。10月4日午前4時半、南軍は六門の大砲で北軍内側の残豪戦に対する攻撃を始め、それは日の出後まで続いた。大砲がおとなしくなった時、北軍は、 攻撃に抵抗する準備をした。しかし攻撃はなかなか来なかった。バンドーンは日照が訪れるとともにヘーベルに攻撃を始めるよう指示しており、攻撃は単にヘーベル隊を攻撃位置につかせるための前哨戦だった。午前7時、ヘーベルはバンドーンに病気が重くその手段を指揮できないと伝え、マーティン・イーグリーン順将が指揮を引き継いで即座に前進を始めた。 グリーンが四個旅団を定型編成にして攻撃のために動き出し、町の北にある森の中の陣地に着くまでに2時間近くが失われた。そこで南に向かった戦列を形成し、ゲイツとマクレイン、マーティンの後任の旅団がパウェル砲台に攻撃をかけ、一方、ムーア、グリーンの後任とコルバートの旅団がハミルトンの前線を攻撃した。 砲台への攻撃は成功し大砲を捕獲して、イリノイとアイオワから来た部隊を蹴散らした。ハミルトンはその陣地で攻撃を撃退し、その支配下の一部の部隊をデイビーズの応援に回し、デイビーズはその部隊を鼓舞して、南軍を砲台から追い出して、大砲を奪い返した。モーリーはこの前に何度か戦っていた。モーリーがその左手で大砲の音を聞くとすぐに、 デイビーズとハミルトンが多忙なままであり、事態の動きを阻止できないと分かり、その手段に街へまっすぐ突き進むよう命令した。その右翼は午前11時頃にコフィート1.5メートルの溝に守られ3門の大砲を据えた、突確砲、ロビネット砲台から頑強な抵抗にあった。そこでは激しい白兵戦が続き、 この二日間の戦いの中でも最高の激戦といわれる戦いで大きな損失を出して撤退を強いられた。ジェファーソン・デイビス大統領の米北戦争での戦友である第二テキサス連隊のウィリアム・ピー・ロイヤーズ大佐がこの攻撃で戦死した者の,の中に入っていた。ローレンス・サリバン・ロスは後方でロジャーズと共に殺されたことになっていた。 左翼のファイファー旅団はうまく進行できて、デイビーズの左翼を交代させ街の中に入った。しかしその勝利も束の間であり、ハミルトンの左翼に予備隊として置かれていたサリバン旅団の一部がアイファー旅団に突撃をかけ、ファイファー隊は狭い通りで混乱に陥り、さらに北軍領域にある砲台の射程に入ってしまい、十字砲火を浴びて改装した。 モーリー師団のキャベル旅団はパウェール砲台を占領した部隊の支援に送られたが到着する前にデイビーズとハミルトンが奪い返しておりキャベル隊が前進すると殺人的な砲火にさらされて徹することになった一方ラベル師団は全軍前進の準備のためにフィリップス砲台近くで北軍左翼と小競り合いを演じていたその配置が完了する前に一個旅団を モーリーの支援に送るよう命令され、その後まもなく全軍の撤退を支援する配置に着くよう命令を受けた。午後4時、ジェームズ・マクハーソン巡将の指揮するグラント軍からの援軍がジャクソンから到着した。しかしコリンスの戦いは午後1時以降実質的に終わっており、南軍は全軍退却していた。ローズクランズ軍の損失は戦死355名。 千八1841名、捕虜、または不明324名だった。バンドーン軍の損失は、戦死473名、千九1997名、捕虜、または不明1763名だった。ローズクランズの戦闘直後の行動は制裁を書いていた。クラントは地帯なく、バンドーン軍を追撃する具体的命令を与えたが、 ローズクランズはその兵士たちが休養を必要とし、ヤブの多い地形のために昼間は、進軍が困難で夜は不可能になると言い訳し、進軍を始めたのは10月5日の朝だった。10月4日の午後1時であれば、追撃は効果的だったろうが、ローズクランズは馬で前線を回り、彼が殺されたという噂を自ら否定していた。ロビネットでは、馬から降りて頭を剥き出しにし、 兵士たちに向かって、私は勇敢な兵士たちの前に立っている。あなたたちには脱帽する。と告げた。グラントは、憲悪感を持って、戦闘のその日に、兵士たちが身につけていたものを除いて、他に何もなくてもに、3時間追撃しておれば、翌朝始められた追撃で得られたものに比べてはるかに価値あるものになったことだろう。と書いた。ローズクランズは、 コリンスに戻って自分が北部の新聞で英雄になっていることを見出した。間もなくシンシナティに呼び出され、ドンカルロス・ビューエルに代わってオハイオ軍、カンバーランド軍と改名されるの指揮を任された。ビューエルはペリービルの戦いの後で同じように撤退する南軍の追撃に失敗していた。バンドーン軍は停滞目にあったが完全に逃げ寄せ、10月5日の ハッチー橋の戦いでもグラントから派遣された北軍の攻撃をうまく回避し、ミシシッピ州ホリースプリングスに向かった。バンドーンは二日目の攻撃を時間通りに始めなかったヘーベルに敗北の責任を着せたが、それでも戦闘後すぐに、ジョンシーペンバートン少将に指揮官職を交代させられた。コリンスでの無意味な損失に対しては、南部中で憤りの叫びが広がった。 バンドオンはコリンスで執務中に酔っ払っていたということ、及び撤退中に負傷兵を無視したという告発に、答える他に調査委員会を請求した。委員会は全会一致であらゆる非難に対する無罪を宣言した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。